ダカールラリーで11連覇を果たしたトヨタ車体のラリーチームのドライバー三浦明さんらが大村知事に優勝を報告しました。トヨタ車体は今年1月に開催されたダカールラリーの市販車部門にランドクルーザー300で出場、7876キロを完走し大会11連覇を果たしました。少しでもモータースポーツを盛り上げれるようなそういうところを今後もやっていきたいなというふうに思っております。